え？ご主人様と間違って約束しちゃった？そうなのよ、ついゆっかり。前からずっと熱心に応援してくれてる人なんだけど、ちょっと接客にバタバタしてて相槌打ってたの。本当ですか？え？あ、はい。やったー！一体何の約束したんですか？今週末ここでイベントあるでしょ。優勝したら1日デートするって約束。お客さんとの個人的なデートはメイドラテでは禁止条項。やっちゃったわ、完全に自業自得。要はそのご主人様が優勝しなきゃいいんですよね。え？私結構甘いものもいけるんです。でも私に任せてください。イエイ。行ってきます。本当に私ってバレないのか？大丈夫、私が全力でビジュアル系にプロデュースするから。おかえり、スズナ。ん？あれはうちのお姉ちゃんだったりしてね。だからなんで転校生がここにいるんだよ。この前違う喫茶店でパフェの大食い大会に出ちゃったら、ここでイベントあるって教えてもらったに。バカ野郎、このイベントは真にメイドラテを思うやつにこそ参加の資格があるんだぞ。そうだそうだ。サンバカは予想ついてたが、まさか新谷が来るとは。やる気満々じゃない。おはよう、スイ君。どうも。結構人多くなりそうよ。見て、ホールの様子。いろんな人がいるわよね、やっぱり。レディースジェントルメン、紅茶のさっぱり甘いシフォンケーキにチョコストラブリーカップケーキ、そして優雅でゴージャスバタフライショコラ。お待たせしました、ご主人様。かわいい、美味しそう。これあいつが作ったのか。もはや当然のように上手なのは予想してたけど、ここまで可愛く作られると。さすがよ、スイ君、やっぱり可愛くて美味しいって大好評。それは良かったです。もうこれならその道のプロになれるわよ。あは、まさか。趣味で十分ですよ。才能を発揮。うまい。とにかくエリカイの蝶男さんより多く食べきれば問題は解決する。絶対優勝して例のご褒美ゲットするぞ。もう無理。何？黒タク、食べ残されたご主人様にはメイドがお仕置きしますよ。お仕置き？すみません、もう無理です。お仕置き目当てか。そうですか、ならば仕方ないですね。では少しじっとしててくださいね。お、デコピンか。デコピン。他のご主人様も食べ物を粗末にしてはいけませんからね。粘るな。ごちそうさま、危険します。残り3名です。予想通り。ここからボリューム増やしていくなんて本当におすいくんってエスよね。だってこの方が面白いでしょ。ヒューヒュー。うん、やっぱりケーキといえばいちごと生クリーム。その名もメイドの真心ショートケーキ。愛情たっぷり召し上がれ。この段階でこれが来るか。味は違いど、もうさすがにスポンジとクリームがきつい。これで終わった。リサーチ様とヒナタ様、見事完食。おめでとうございます。もう思い残すことはない。さあ、ここからはお二方の優勝決定戦です。え、まだ食べられる？お、こっちのご主人様はやる気満々ですね。まだ全然足りんもん。ではここで改めて優勝のご褒美の内容を説明しますね。ご褒美の一つ目はメイドの手作りクッキー。クッキーね。二つ目は
メイドスペシャルランチの無料券2枚。ランチ券ね。そして3つ目は好きなメイドと記念撮影できる券です。あれ、そんなのあったんだ。ちくしょう、このために頑張ったのに。ちなみにご主人様はどのメイドをご指名する予定ですか？え、別に誰でもいいんやけど。じゃあこの中から好きなメイドを選んでください。今日休みのメイドの場合は後日一緒に撮影できる券をプレゼントになります。え、そんじゃあ、ウサちゃん、好きな子の名前に似てるし。まあ素敵な偶然ですね。さ、日向様はやる気満々ですが、ビサンキ様はいかがなさいますか？え、ミサちゃん、なんでここに？これ以上学校のやつにバレてたまるか。優勝はスペシャルスイーツを早く食べきった方に与えられます。くれぐれもご無理はなさいませんように。お、受けて立ちましょう。はあ、そうですか。やっぱり受けましたか。少し手加減してあげる。だいぶ辛そうだし。そんな甘さは美味しくないでしょう。最後は一生忘れられないくらいの極上スイーツで行かせてあげますよ。ホールケーキなんて信じられない。ミサちゃん、どうしてビサンキ様はここまで頑張っちゃってるの？目的はもう果たしたんじゃないの？バレちゃってた。いい変装だけど目立ちすぎ。ミサちゃんは悪くなくて、私のために。後でちゃんと店長に説明しようね。はい。いや、気持ちいいくらい見事な食べっぷりでしたね。だって全部うまかったんやもん。あ、ご主人様、もしよければ今日のスイーツの感想を聞かせていただけませんか？え、あ、はい。あー、くそ、苦しい。30分ぐらい休んでるのに動ける気がしない。どうするべきかな。どうしたいのかな。うすい、なんでここに。よしよし、いい子だから喋りながら吐くのは避けようね。本当にバカだね、ミサちゃんは。辛いなら寝なよ。いい。膝枕してあげるよ。いらん。いいの？膝枕が嫌ならもっと別の方法でお仕置きするよ。ねえ、全然楽しくないんだけど。悪いが、まともに相手する余力がないんだ。しばらく放っておいてくれ。ねえ、そんなに豚になりたかった？どこ触ってんだよ。さあ、今のお腹結構食べ頃だったな。うるさいな。どうどう、あれだけ食べればそれは十分育つよね。あんな程度のカロリーすぐ消費できる。わお、さすがミサちゃん、ドハメイド。うるさいな、ふざけたことばっか言いやがって。でもせっかくだからこっちにもうちょっと肉つけてほしいな。黙れ、セカラ宇宙人。悩んでる人の気も知らないで。お前はいつも。やめた。どうせ全部お見通しなんだろ。くそ。今何かしたか。さあ、気のせいじゃない。そうか。みさき、スイーツ食い放題行かないか。食い放題、スイーツ。ごめん、訳あってスイーツはしばらく控えようかと。まさかまさかのダイエット。らしいですよ、さくらさん。じゃあまた今度。何度でも誘いますよ。店の人不思議がってたよ。なんであそこまで優勝しようとしたのか。まさかみんなにバレて。あれで本気でバレてないと思ってるあたりがさすがだね。みさきちゃん、新谷。ちょっとちょっと、何なんだ。こっち来て。まさかこいつにもバレて。みさきちゃんってギター弾く？来た。いつも黒ずくめの羽が生えたような服着てる？ギドンギドン。そっか、じゃあやっぱりあれは別人やったんか。
それじゃ美咲ちゃん、メイド喫茶って知っちゃう？知らんな、聞いたこともないな。そっか、俺も初めて行ってびっくりしたんやけど。でもあれ、女の子ならもっと楽しめると思ったに。え、ちょうど俺、タダで食べられる券もらったから、美咲ちゃんに美味しい料理ごちそうするし、今度一緒にメイドラテに行こう。最善策はもうこれしかない。じゃあ作戦おさらいするわね。まずミサちゃんとひなた様が一緒に来店、適当なところで先に帰るミサちゃん、すぐさまメイド服に着替えてミサちゃんだとわからないように変装、写真を撮って任務完了ね。変装道具はいいものがあるわ、当日用意しておくわね。ありがとうございます。あとすみません、こんな。ミサちゃんはミサちゃんなりにここを大事に思ってくれてるのは分かっているのよ。それでも隠さなきゃならない理由があるんでしょ？はい。なら仕方ないじゃない、ちゃんと親御さんには挨拶させてもらってるし。ほらそんな顔しないで、しっかり働いてきなさい。はい。相変わらず店長は胸焼けするほどゲロ甘ですよね。お疲れ様でした。出た、ブラックほのか。なんで匠がついてくんの？せっかくのデートやったんに。言っとくけど匠にはごちそうせんけんな。さすが三下くん、ケチケチしてるね。薄いのやつ、協力するって勝手についてきたけど、どうせまたいい暇つぶし程度に思ってんだろうな。ではご主人様、何かございましたら遠慮なく申し付けくださいませ。バチコ。ありがとうエリカさん、今日にしてよかった。お待たせしました。このイベントは常連さんはほとんど来ないし、私がここでメイドしてるってことは薄いしか知らない状態。こいつさえ黙っててくれたら大丈夫。おお、奥様ランチなんてあったんか。あー、この他県でこっちに変更できんかな。はい、無理。匠には聞いてない。だいたいなんでお前そんなに当然のように美咲ちゃんと一緒にいるわ。へいへい、ここは騒いで遊ぶ場所じゃない。行儀よくしなさい。何笑ってんだよ。だいたいなんだその格好、制服はどうした？ああ、これバイト先の。あ、制服うっかり汚しちゃって。お前バイトできるのか。やっぱり美咲ちゃんが一番びっくりした。これでもガソリンスタンドで真面目に働いちゃうに。賄いは経由？燃費悪そうだし大変だね。何言っちゃうの、意味わからんぞ。ああ、ごめん、頭も悪かったね。こんな俺でもバイトじゃ頼れる男なんやって。そうだ、なんなら今度遊びに来てよ美咲ちゃん。昔とは違って男らしく働いてる俺のバイト姿ちゃんと見てほしいし。昔とは違うことくらいバイト姿見なくてももう分かってるよ。ああ、そっか、残念。昔のお前はとにかく怠け者で、ぼーっとしてて勉強もせず運動もせず食い意地だけが一人前のやつだったからな。しかも嘘つきだった。よくまたお菓子食べてるでしょ。食べてないよ。嘘ついちゃダメだよ。嘘じゃないよ。今日の分はもうおしまいって言ったじゃない。言ってないよ。うざ。昔の話、今は嘘なんて。ああ、変わった。案外熱いやつだったんだな、ヨウ君は。変わったのはヨウ君だけじゃないか。美咲ちゃんの影響やって。美咲ちゃんは昔っからいつも一生懸命で頑張り屋さんで、その上優しいからみんなの憧れやった。へえ、きらめいてる。やめろ新谷、そんな美化した昔話。口うるさいって嫌ってた奴らもいただろうが。大半が照れ隠ししてただけやって。だって美咲ちゃん笑ったら真剣可愛いんやもん。何言ってんだよ。これ俺だけじゃなくてマー君も言っちゃったから本当。マー君ってそういえばいたな、そんなやつ。あいつシゲと一緒に俺んとこ会いに来てくれたことあるし。え、そんな遠くにどうやって。あ、ああごめん、気にしないで。なんだこの妙なプレッシャーは。美咲ちゃん、え、ああいや、とにかくなんだバイト頑張れな。うん、あ、そういえば美咲ちゃんもバイトしちゃうんって聞いたけど。え、何のバイトしちゃうな。完全に話題ミスった。別に普通のバイトだよ。普通ってコンビニとかファミレスとか。
ああ、飲食系のな。へへ、じゃあウェイトレスさんだ。うわー、見たい。見せるような大したものじゃない。へえ、なんで？匠も見たいと思うよな。あ、もしかして匠はもう見たことあるんか。まずい。薄井が知ってるなんて言ったら対抗心から余計に詮索されてしまう。頼む。嘘。美咲ちゃん、さっきからなんか悪い。ちょっと大丈夫かな。簡単に嘘はつきたくない相手ってこと。あ、なんかいいよ高田組。昔はもっとよく笑いよったにな。俺な、昔事故にあったんやけど、親父とおふくろその時に死んじゃって、しばらくわけわからんままやった。なんか親戚がいっぱい来てみんな泣いたりしちょったけど、その時は全部が遠い景色みたいで、なんかふわふわした毎日やったに。でね、じいちゃんがうちに来いって言うんだけど、近所にコンビニもスーパーもないからあんまり来たくないんだよね。一緒に住めばもう寂しくないぞって言うんだけど、別に今も寂しいなんて思ってないし、一人の方が好きなだけお菓子食べられるし、もう僕のことを放っておいてくれないかな。またそんなアホなこと言うんか。日向、家におらんから探したぞ。じいちゃん、いい加減強がるんはやめんか。だから別に強がってないってば。一人でも寂しくも悲しくもないんだから、じいちゃんは早くばあちゃんのところに帰ってあげなよ。寂しいとか悲しい気持ちにまで嘘つくなんて絶対ダメ。母ちゃん、父ちゃん。涙が出た途端、なんか急にいろいろ込み上げてきて、初めて思い切り泣いた。じいちゃんはそれを見てまた泣いてた。美咲ちゃんは覚えてないかもしれんけど、俺は今でもはっきり覚えてる。ほっぺた叩いてごめんね、陽くん。美咲ちゃんの言葉も、俺が泣き止んだ時に見せてくれた笑顔も、昔からずっと好きやった女の子やから。それって陽くんから俺への宣戦布告。匠も俺と同じ気持ちなら。頼むから嘘をついてくれなんて、そんなことを会長としての自分を守るためだけに。鬼の会長になったのも、メイドラテでバイトしてるのも、自分なりに考えて選んだ道だ。あら、ミサちゃん早いわね。ランチの途中で抜けるんじゃなかった？店長、メイドの自分は隠すべき。ミサちゃん見て見て、これなら完璧に変装できるわよ。ほら、これをかぶればもう誰だかわかんない。店長、あらあら、赤ちゃんがぐずっちゃったのね。何かあやせるものあったかしら。ほら、高い高い。はー、よしよし、お母ちゃんすぐトイレから戻ってくるからな。お、なんだバズ、何だと思えばもう笑ってんのか。いい笑顔。ご面倒おかけしました。いいえ、じゃな。ごめんね。あれ、たくみ、お食事をお持ちしました。え、こちらへどうぞ。ご主人様。美咲ちゃん。ミサでございます。美咲ちゃん、やろう。美咲ちゃんが美咲ちゃん、バイトってここのことやったんか。ご主人様、少しお静かに。なら最初から言ってくれたら、なんで知らんで嘘を。失礼。うちのメイドに軽々しく手を出さないでいただけますか。たくま、これは失礼のお詫びです。美味しいですか。お前も騒ぎを起こすなんて、メイドとしてまだ未熟だな。申し訳ありません。来なさい、少しお仕置きが必要だ。こういうイベントがあるのね。メイド喫茶って楽しいわね。
変装するんじゃなかったっけ。そうだったけど、やっぱりあいつに嘘をつくのができなくて。ま、それでこそ会長らしいんじゃない。またお前フォローしてくれたんだな、ありがとうな。本当に相沢って残酷だよね。うすい、美咲ちゃん、シントに、なんでここに。匠がさっき店の裏に来いって。二人ともここで一緒に働いちょったんか。いや、うすいは、まあたまに。やっぱり美咲ちゃん、すごい似合っちゃうよ。そんな可愛い格好しちゃうけん、俺本気で。さっきも言ったけど、相沢に手出したら今度は噛みつくから、覚悟してね。なんなんだこいつら。頭いいのに鈍いとか、お尻蹴っ飛ばしてやりたくなるわよね。何かあったんですか。ほのかちゃんなりにミサちゃんを思ってるのよ、きっと。突然だけど、メイドラテのみんなで喋り方に特徴をつけるってのはどうかしら。語尾に何かつけるのがいいと思う。ほのかはほってつける。ほ、じゃあ私はエリってつける。エリカ、エリカ疑問系がナイスっす。無理やりでも言ってみる。ゴン、ずっと続ければなれるさ。言う、結構厳しくなってます。セブ、楽しいかもっち。みんな言うわよ。じゃあそんな感じで、ミサちゃんとウスイ君で次回予告よろしくさっつ。店長無茶ぶりみ。ウスイ、あとは頼んだみ。ミサちゃんママが果物ゴロゴロ三支度も魔女っ子メイドゥというお話。うっす。